与田則本は、日本棋院に所属する、囲碁騎士。九段。北海道美梅市生まれ、岩見沢市育ち。安藤武雄七段門下。名人四期、五星六期、十段二期、NHK 杯優勝五回、第一回サムスン火災杯世界オープン戦優勝など、タイトル獲得数三十六。捨て石の名手とされ、また、その人柄から、最後のブライ派。 囲碁界最後のブライ派などとも呼ばれる。左利きだが、石を打つのは右手。原幸子との間に三人の子供がいる。門下に藤村洋介三段。北海道美梅市に生まれ、幼い頃は、美梅ののどかな自然の中で、虫や魚を取ったりして遊び回る少年であったという。小学四年生の時父親の転勤に、友内隣町の岩見沢市に引っ越し、その年の夏に、 父の勧誘を受けて、囲碁を始めた。9歳で囲碁を始めるのはプロになるにはかなり遅い方で、あったが、その後は囲碁にのめり込んで近所の誤解所に通い詰め、囲碁を始めて、半年でアマ4段ほどの気力を持つ父と、同程度の気力にまで上達。1年経つ頃には、アマ5.6段といった高段者とも互角に対局できるようになった。 一方で学業には全く興味を示さなかったヨダは、自然と、プロ入りの道を意識するようになる。1976年11月、日本棋院の陰性となるため、小学5年生で単身東京に渡る。上京後半年ほどの間は、叔父の家に住んでいたが、その後陰性の世話役を務める人物の協力も得て、安藤武雄のうちで死になる。ヨダは、 安藤の二人目の弟子であり、神田絵が兄弟子にあたる。1979年夏、中学二年生の時に初めて入団試験を受験。ここでは外来で受験していた石倉昇に破れるなどして入団はならなかった。後に、この石倉への敗戦が自身初の挫折だったと語っている。同年冬の入団試験では入団枠が5名と例年よりも大きく増え、 12勝4敗の4位で合格を果たした。1980年4月、14歳で入団。同年はデビュー戦から11連勝し、年間では14勝4敗の成績を残した。1981年は41勝7敗で、起動召喚当賞を受賞。同年の新人賞は、石倉のボルに譲ったが、翌1982年に、 ヨダも新人賞を受賞した。1983年、第8期新人王戦で決勝戦まで進出し、宮沢五郎との決勝3番勝負を2勝0敗で、精神優勝、自身初のタイトルを獲得する。17歳5ヶ月での新人王戦優勝は、当時の最年少記録。1984年、第10期名人戦でリーグ入りを果たす。 18歳でのリーグ入りは、当時の最年少記録であったが、この頃は、安藤の元から独立して、遊びを覚え、歌舞伎町に入り浸れる日々を送っており、リーグ戦も1勝7敗で敗退した。19歳の時に、同郷の上村邦夫から、ヨガの現状について悟されるまで、こうした日々は続いたという。1986年、第1回 NEC 春英囲碁トーナメント戦優勝。 第11期新人王戦優勝、第17回新鋭トーナメント戦優勝など、若手棋戦で結果を残す。1987年にも、第12期新人王戦、第18回新鋭トーナメント戦で優勝。1988年、第4回日中スーパーイドに、先方で出場し6人抜き。7戦目で、鉄のゴールキーパーと呼ばれた、城森平に敗れたものの、 日本の初勝利に大きく貢献した。1989年、第14期新人王戦で優勝。同年の成績は16連勝を含む51勝15敗で、起動賞最多勝利賞、勝率第一位賞、連勝記録賞、最多対局賞を受賞。4部門の独占は、史上初。翌1990年も、第15期新人王戦で優勝し、 連覇を果たす。1991年、第38期 NHK 杯で優勝。また、囲碁クラブ氏の企画で、李商工と五番勝負を行い3勝1敗で勝利。この時に初めて、韓国に足を運んだが、そこで、バカラに興じたのがきっかけで後に本人が、バカラ地獄と形容するような博打中毒となる。この状態は、数年にわたって続き、 消費者金融に借金をするようにまでなったが、中村天風の著書をきっかけとし、そうした状態から脱却できたという。1993年、第40期 NHK 杯優勝、第5回テレビ後アジア選手権戦でも優勝を果たす。第12回 NEC カップ囲碁トーナメント戦優勝。また、同年に球団商談を果たす。1995年、 第33期縦断戦で本位戦を制し、自身初の挑戦手合進出を決める。挑戦手合でも、大竹秀夫に3勝0敗で勝利し10段位を奪取、初の7大タイトルを獲得した。1996年、第34期縦断戦では、王立生を3勝1敗で退け、十段くらい、初防衛。また、第21期五聖戦では、 小林光一に挑戦し三勝二敗で、五聖意を獲得二冠となる。また、国際棋戦においても、第三回を正規杯世界プロ囲碁選手権戦で、準優勝、第一回サムスン火災杯世界オープン戦で、優勝など結果を残した。九百九十七年、第三十五期縦断戦では、加藤正緒に二勝三敗で敗れ出刊するが、第二十二期五聖戦では、 結城里氏に3勝1敗で勝利し防衛。第3回 JT 杯正座戦優勝。第4回アコム杯全日本早号オープン戦優勝。1998年、第23期後星戦で、園田雄一に3勝0敗で勝利し、防衛、3連覇。第22期帰省戦では、超地君への挑戦権を得たものの、2勝4敗で敗れ、規制イダッシュはならず。 第45期 NHK 杯優勝。この年に、囲碁騎士の原幸子と結婚。1999年、第24期後聖戦で、小林里氏の挑戦を受け2勝3敗で敗れ質感、無冠となる。第24期名人戦で、長治君に挑戦するものの1勝4敗で敗退。第46期 NHK 杯で優勝。 第11回テレビアジア英語選手権戦でも優勝を果たす。2000年、第25期名人戦で4連覇中の超チックンに挑戦し、4勝0敗で勝利。超との3度目の7番勝負での対戦で、初めて勝利するとともに、自身初の名人位につく。第47期 NHK 杯優勝、第12回テレビゴアジア選手権戦優勝。2001年、 第26期名人戦で、林美穂に4勝2敗で勝利し防衛。2002年、第27期名人戦で、長智君と対戦し4勝2敗で勝利、名人位3連覇。第24期、鶴聖戦優勝。第21回 NEC カップ囲語トーナメント戦優勝。2003年、第28期五聖戦で、小林光一に挑戦し3勝2敗で勝利。 自身に4度目の御聖意に着くとともに、名人、5聖の二冠となる。第28期名人戦でも、山下敬吾の挑戦を4勝1敗で退け勝利、名人くらい4連覇。2004年、第59期本因坊戦で挑戦者となるが、チョークに2勝4敗で敗退。第29期5聖戦では、山田君を3勝1敗で退け防衛。 チョークの挑戦を受けた第29期名人戦では2勝4敗で、敗退、名人戦の連覇が4で途絶えた。第17回世界囲碁選手権富士通敗では、準優勝。2005年、第30期後制戦では、結城里氏の挑戦を3勝0敗で退けご誠位、防衛。2006年、第31期後制戦で挑戦者チョークに0勝3敗で、敗れ。 ご誠意を失い2000年以来の無冠となる。第7回の新、新ラーメンハイ世界五最強戦では、最終第3ステージにおいて、日本チームの首相として出場し、韓国副首相の長官、上8段、中国首相の穴欠7段、韓国首相の李昌光9段の3人抜きし、日本チーム初優勝をもたらした。2007年、本因坊ーリーグを勝ち抜き、 高尾真嗣本因坊に挑戦するも1勝4敗で敗退。2008年10月、第1回、ワールドマインドスポーツゲームズ囲碁男子団体戦に、山下敬吾、羽根直樹、河野林、高尾真嗣と日本代表チームを組み出場、銅メダルを獲得。2009年、第33期規制戦で、山下敬吾に挑戦するが、2勝4敗で敗退。2011年、 通算1勝を達成。2017年6月、日本金所属騎士として12人目となる通算千百勝を達成。2018年、第8回マスターズカップ決勝で片岡聡志九段を破り初優勝。2019年2月、一時の高速をわずらうが、間もなく復帰。6月の第9回マスターズカップでは準決勝まで進出したものの自身が、 ツイッターで行った日本棋院執行部への批判を理由として不戦敗となる。その後は各期戦に出場していたが、2020年2月12日、日本棋院は余談に半年間の対局停止処分を通告。3月11日、東京地方裁判所の和解勧告に伴い一時的に対局停止処分が停止、4月2日には2ヶ月ぶりに対局に出場したものの、 日本起院とはなお軽装状態にある。当時7大タイトルを保持していながらも2003年度の第50期 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントは出場を辞退している。これは当時ヨダが NHK 杯で遅刻したことを日本起院職員を介して NHK のディレクターにとがめられ、それに対し絶対に遅刻しないという確証は持てないとしてヨダから辞退を申告したものである。 本件については、ヨダの著書にて、自身の、くだらない意地からディレクターに、言葉の責任を取らせようとしたものであり、また、ディレクターの言葉が正確にヨダに伝達された保証も、なかったとして、出場自体を、かつて私が晒した生き恥と自戒している。2019年6月、第9回マスターズカップにて準決勝まで進出した、ものの、 自身が6月14日から26日にかけてツイッターで行った日本起因執行部への批判を理由として不戦敗となる。これに際してヨダは自身の行為が不適切であったことを認め謝罪し自身のツイッターやブログも閉鎖した。マスターズカップは第9回で終了となったが日本起因はその一因がヨダの一連の行為にあるとしている。一方、 与田は10月31日に記者会見を行い、帰戦終了の責任が一騎士に課せられるというのは、飛躍していること、日本棋院が発表した不先輩に至った経緯が事実とは異なることなどを主張した。与田はその後は各棋戦に出場していたが、2020年2月12日、日本棋院は前日の与田のツイッターでの発言及び、メーリングリストでの投稿が秩序を乱し、 名誉を損ね、引いては当院の支援者がスポンサーを務める規制を終了させる重大な結果を将来したことなどを理由とし、記事規定に違反するものとして8月11日までの半年間与田に対局停止の処分を下すことを発表した。この処置に対し与田の代理人弁護士は到底承服しかねます。精査の上、法的措置も含めた対応を検討してまいりますとの コメントを出した。翌13日には、天元線本線1回線の対局が予定されていたが、与田は対局場への入室を認められなかった。3月11日、東京地方裁判所から提示された、処分の効力を一時的に停止するという、若い韓国に対し、日本企員は、十分な攻撃防御を尽くすことは困難として、これを受諾。 これにより一新判決が下るまでの間、与田の対局が再開され、4月2日には2ヶ月ぶりの公式手合に出場し勝利した。総獲得タイトル数、36総獲得タイトル数、4総獲得タイトル数、32名人戦、挑戦手合7番勝負で与ダ3連勝の後の4局目。右辺次郎が連絡して、白が優勢だが、 白2から中央白郎を捨てて打つ大胆な捨て石によって勝利を確定した。本人によれば、この歴史を変えるほどの大発見である筋の根本原理である理論。筋状は石が2つ以上並んだ瞬間に存在し、下の図で言えば黒い周辺の赤丸の位置が筋状となる。この位置は黒から打てば秋三角の具形となり、白から打てば 相手の強い石に張り付いた働きのない手となる。自分は筋状に打たぬよう、相手を筋状に打たせるようにする手が筋の良い手ということになる。この理論に従えば、具形の代表である、秋三角と逆かれ形は表と裏であると説明できる。下積み木は黒の一石に対して、白が一二、片付き、黒が二通した場面。実戦にも品質する形で、 部分的に五角である。ここで A は黒から打てば、空き三角に逆に白から打てば裂かれ形となる地点であるため、お互いに石を持っていかないのが筋の良い打ち方である。下袋と白の石が対峙しているとき、黒から1と打って、白2に伸びさせる手は基本的に握手となる。黒は1の石が相手の筋状に行っているのに対し、白石は筋状に行っていないから、 と説明される。下の図で A の点は黒の石から見てダブル筋状に当たっているのでどちらからも打ちたくない箇所となる。このため白1の切りに対して黒 A と継ぐのは極めて筋が悪く黒 B に当てて白に A と筋状に打たせるのが良い手となる。与田は桂馬の付け越し切るべからずという格言には本来その前に切った時に 筋状に石が行く場合はという正しがきがあるとしている。数の場合、白1の付け越しに対しては、黒は格言に従い、C の遮りではなく、B などと打つ方が、筋が良い。C に打つ手が白の筋状に当たるからである。正しの白石が仮にない場合は、C と打つ手が筋状に当たらないため、桂馬の付け越しを遮っても筋の悪い手ではない。だ ありがとうございます。